ということでね、新山田実況パート5ですね、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何か見えましたね。でもこの先に行ったらその光景が見えるのかな。奥ちょっと行ってみようか。うわーすごい絶景だな、ここ。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。あ、ここら辺ちょっと危なそう。防衛対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビ、アンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビは気分ですよ、気分。アイテムじゃあ使おうかな。前回のパートで買った物理攻撃力アップ台使ってみよう。これどれほど減るのか。おお強い、減りが早い。おお、これはいい。あ、勝った。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビ、ナインエス。司令官。緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。ということでね、久しぶりにこの視点になりました。倒していきましょう。あ、また視点が変わった。あ、今度はロボモードです。これで一網打尽。そしてまた変わる感じです。レベルアップ。こちら空母ブルーリッジ2。この通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。わやばい。は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが追っかけている状態だ。
繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊に支援を求む。任せなはれ。まあ今のところ楽勝です。ブレードがやっぱ使えるのがでかい。反応あります。お、来るか。距離 2.8 キロ。来るぞ。でけえの来たー。ここでもあれ使えるかな。あ、無理かな。ファイヤー。おお、ヘリがやばい。これより周囲の警戒に行こう。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。何あれ。何？機械生命体。こんな大きいの見たことない。なんだこいつ。これ至る方向から撃つやつやん、レーザー。うわあ。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。衛星レーザーも直接攻撃ゾーンに乗りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。まあ要はあそこを壊せたようだが、なんか来た。通知、司令部から敵の情報を入手。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認されたのだ。あ、レベルアップ記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。なるほど。おお、だいぶ近づいてきたね。もう行きます、これ。で、ここの4箇所のこの、これ壊せばいいのかな。使えんか。使えんね。
あとこれ、あ、壊れた。で、あとはこの真ん中かな、これを壊せば。うわ、危ねえ、自分は死にかけた。妨害電磁波の消失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。ルビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥビー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。おう、つまりこれに乗って狙えと。すごいな。僕が照準をアシストします。で、もう撃っていいのかな。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうやって。そうか。そうです。ヤツの口の中に砲弾を打ち込んでやってください。なるほどね、こういうことか。おう、おら、もう一発。口開けんかい、口開けんかい。よし、オッケー。ここを離脱しましょう。ミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。さあ行きますか。
あー、ミスった。もったいないから。ここやん。壊すよ。あとは元のこれだね、本体。もう死ぬんじゃないこいつ。ね、あーでもまだあるね。お、危ない危ない危ない。ブレード。まだいるね。ヒップ破壊。タンク破壊で、最後オッケー、来たの捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設がEMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。
データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナインエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。ナインエスの捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。ナインエスさんをお願いします。了解。あ、使えない。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。ほう、レジスタンスリーダーね。あれ、あ、でもいけない。はい、ということでね、着きましたね。何か用か？微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ああ、奴らが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは？いや、なんでもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない。デポル、ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば捜索の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな。デボル、ホットプログラムを入手しました。 A170 スキャナー。スキャナーを使い生存しているヨルハ部隊を、探すと。マップビュー、あー、ここですね。はい、じゃあ今日はですね、ちょっと早いんですけど、本当は早くないんだけど、多分移動パートをカットしてるんで、まあ、ちょっと短くなったと思うんですけど、今回はここで終わりたいと思います。もう夜が遅いんでね、今日はこれで終わりたいと思います。よかったらまた次回、ニアオートマトでお会いしましょう。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。